皆さんこんにちは、お絵描きうまくなろうクラブのアドです。ということで本日はですね、体の描き方をちょっと皆さんと見ていきたいなと思っておりまして、以前体の描き方の練習方法をご紹介させていただいたんですが、あの動画に沿った内容になっておりまして、こういった感じで体の描き方というところで言うと、一つのアングルから別のアングルを見て描くという、別アングル予測して描くという練習方法をご紹介させていただいたんですけども、まず人の顔を描くというところで言うと、皆さん何も見ないでじゃあ人の顔をちょっと描いてみてくださいって言われた時に、苦戦される方も結構多いかと思うんですけども、アドとしては結構最近はまあ大体描けるようにはなってきました。これらのポイントを要約するとですね、このヘルメットありますよね、このヘルメットをいろんなアングルからまあ描くっていうところがまず一つ大事になってくる。簡単な形状で捉えると、であとは目と耳で顔の方向が示せるということで、ここに顔の方向を大体まあ示せるよねというお話があったかと思います。であとは目と鼻と口の水平ラインを意識するということで、この目のラインここですね、鼻のラインと口のライン と目と鼻と口と顔のアングルによってこの水平ラインがちょっと変わってきますよねという、これらのポイントがもう体の描き方にも応用できるんじゃないかなと思って、今日はちょっと動画を作ることにしました。なので今まで顔の練習をしてきて重要だなと思った3つがこれになる感じなので、今回体の描き方でもこれを使ってみようかなということで、この資料をちょっと見ていただいたら分かるんですけども、人の体っていうものをまあ胴っていうところにフォーカスして塊で捉えているいい例かなと思います。これはちょっと女性的なラインなんですけども、もしくはこれとかね、で結構まあ複雑な形にはなってるんですけども、例えば人の体っていうところを、人のこの頭の頭部の卵人間みたいな感じで、こんな感じで捉えれたらいいよねということなんですけど、例えばこれに対して体をつけるという時に、乳首をこう目として、こうやったらもう人の体っぽくなるかなっていうのが、あの今日のお話になっています。で特に、例えばこれはまあ男性のつもりで書いたんですけども、ここにまあブラジャーをつけるとして、ここが胸ですよね、要は、まあ、このメガネつけるみたいな感じですよね、乳首に対して。で口ら辺がへそになるかなと思うんですけども、まあ、鼻は今回ないですけども、でそのへその下に腰が始まると思うんですね、こんな感じで。で腰に関してはパンツと思ったらいいと思います。パンツ履かせてあげると、正直これだけでもいいじゃないかというのが一つあります。この目で方向を示すと、はい、で、まあ口元というかね、へそ下から、でこの長さとかこの辺の長さとかはもう感覚で、皆さんなりのルールでいいと思います。腰はパンツで、これだとかなり分かりやすいんじゃないかなと思います。また後日ですね、この頭から下に降りていくので、次回はこの鎖骨のつながりとこの首と僧帽筋のライン、まあ、肩はちょっとまた肩ラインとかは後日ですけど、こういった感じで筋肉どんどんつけていくっていうところをまた見ていくんですけども、今日のところはこの塊をちょっと見ていきたいなと。ではちょっと女性のバージョンを考えた時に、で女性と男性の区別なんですけど、トイレマークは皆さん覚えてると思うので、それを反映させたらいいんじゃないかなと。今男性はちょっとこう肩開きにね書かせていただいたんですけども、例えば女性をじゃあ描くぞとなった時、卵人間描いてですね、女性もこの肉の塊として取るんですけど、例えば、この肩幅ちょっとちっちゃめにして、こういうちっちゃい肉を取って、まあ、乳首取って口描いてあげて、で、腰ですよね、女性の場合はこの腰のところで、男性はちっちゃいパンツ履いてましたけども、ちょっと女性に関してはやや後ろ気味にというかね、まあ、でっかい腰でっかいケツというかね、でっかいパンツというか、まあ、ももも含んでますけども、こういうのでだいぶ女性にらしくはなるかなと思うので、まあ男性のパンツくんとこれ女性のパンツちゃんっていうところで一つこう区分けしたらいいかなと思います。まあ、もっと言うとこのさっきのこれですよね、これがまあめちゃくちゃかっこいいボディラインかなと思うので、頭皮から肩は若干広いと思うんですけども、くびれを取って、まあ、腰というかね、腰自体がもう足とも言えるので何とも言えないんですけども、はい、このパンツちゃんね、こんな感じでパンツちゃんを描いてあげると。でここで言うと、いろんなアングルから描くっていうところで言うと、このパンツちゃんとパンツくんをいろんなアングルから描けないといけないので、例えば、ね、メンズが向こう向いてるとした時に、ボディを描くんですけども、こんな感じでつくと思うので、で、逆に背中向いた時は目がなくなるので、背中のラインっていうのをちょっと描いてあげた方がいいかもしれないですね、背中の正中線というか。でここに対してパンツくんを履かしてあげると、これでちょっと人の体っぽくなったんじゃないかなと思います。ここにアームホールつけたらね、で僧帽筋つけたりしたら、まあ、体っぽくなるよねというところなんですけども、なのでなんせこういう塊を描く。で一つは結構大事だなと思うのが、頭部とボディの塊を例えば重ねると、見え方がどんどん変わってくるかと思います。これだと横から見たら多分こんな感じになってる状態ですよね。で逆にこうちょっと胸張ってて、ちょっとねこっちじゃなくて、まあ、こっちでもいいんですけどね、こっちだとどうなるか、しかもちょっと猫背気味で、こ
こっちだとちょっと猫背な人になりますし、そうじゃなくて胸を張ったらどうなるか、ちょっと左にずらしただけで胸を張ってる人になったりとかするので、この頭と体の位置関係だけでだいぶ姿勢とかポージングが変わってくるので、硬いことを考えずにまずはこういうのを大事にした方がいいなっていうのが僕の一つです。でそれに対して、こういう塊をね描いていくというところなので、頭と首の位置関係っていうのは本当に大事にしていかないといけないなとは思っています。複雑なことの前にというかね、ここに対しても鎖骨とかこうやって僧帽筋足したりとかしていったら体になっていくので、猫背かどうかでもこの僧帽筋の見え方とかもまあだいぶ変わってくるので、ではここからはその視点を持って、別アングル予測っていう練習をしてみたいと思います。補足としてさっき腰パンツラインとこのパンツラインと胴体を分けたと思うんですけど、分けた理由が人の体というのがこのパンツラインと胴体で、ね、やたらと動いちゃうというか、例えば胴体くんがこっち向いてたとして、パンツちゃんがこっちに、ね、反れてるとか、もしくはこっちにパンツちゃんがこうなってるとかもありえますよね。ここがかなり自由に動いてくるというところです。さっき のセクシーな女性のボディライン見ても分かるように、ここでだいぶね腰どんだけ割るんだっていうぐらいくびれ描いてましたよね。こんな感じで足が始まるのかな。なのでその理由で腰を割っております。動いちゃうのでということですね。まあケツというか腰というか、まあ、その辺は後日ちょっとまた見ていきたいなと。ではまずは一つ目のこのポーズ書いてみます。ディテールは書かずにとにかく頭上手くなった方法でやっていきたいので、卵人間で、胴体、この胴体も本当にこの距離どれぐらいかとか気になると思うんですけど、もう置いといてですね、まあ、まず女性なのでね、肩幅短めを意識して乳首ちゃん描いて、で、口描いて、でパンツラインね、ちょっとデカめのパンツ履かせてあげると。では、次はこの人を横から見たらどうなってるかっていうのを見ていきたいと思います。あ、ちなみに、まあ、首も補足的にちょっとまた次回注意事項も確認したいんですけど、正直この乳首ちゃんの頭のライン、これが鎖骨になるので、この鎖骨の真ん中から耳の下にこう2本筋が入ってます。いわゆるこれがまあ首ってやつですよね。で他の部分は背中を覆ってる僧帽筋が見えてるだけなので、この鎖骨とここが肩の上につながってるので、上半身を考えた時に、まあ、正直これで終わりかなと、こんな感じですよね。これで人のボディと捉えたらいいと思います。では次、なので首、あ、今ので分かったという方はぜひ首も意識してつなげていただけたらと思うんですけど、次じゃあ別アングル予測で人の顔を横から見たらじゃあどうなってるかということなんですが、この時に例えばこう首よりも胴体ちゃんが前に出ているのか、そして腰がねこっちに、パンツちゃんがこっちについているのか、だいぶその姿勢が変わってくると思います。なんか後ずさりしてる人みたいになっちゃいましたけども、それらを考えることの方が大事かなっていうのが僕の一つ考えてる体の別アングル予測練習して思ったことです。こうやってぐらい顎引いているのか、それともこれぐらい正面なのかっていうところも、まあ、ぜひ気を使っていただけたらなと思います。ではボディちゃんなんですけども、基本的に人の姿勢としては首の根元がここにあるので、首は別に顎から生えてるわけじゃないので、まあ、そう考えるとボディっていうのはこの辺からね背筋が通っているので、特にこんな感じですよね。なので普通の姿勢であれば、乳首ちゃんはこんな感じでついているかと、でそこに対してパンツちゃんがねついていると、ちょっと後ろに反ってるのかな、後ろすぎましたね。では次は、下から見たらじゃあどうなってるかと、頭に関しても目がね上に行きますよと、鼻と圧縮されてね、で、まあ、この辺から見た場合なので変になるのかな、ボディちゃん圧縮されますよね。この子自体が、この自己自体が圧縮されて、しかも、乳首ちゃんの目ん玉も上に来ますよね。へそも上に来るし、ちょっとでそこにパンツちゃんをつけると、パンツちゃんもちょっと圧縮されるかな、こんな感じかと思います。ではちょっと上から見たらじゃあどうなるかと、上から見たらここら辺に体があるとちょっと前すぎるので、で、まあ、乳首ちゃんの目もほぼ圧縮で見えないと、ちょっとやりづらいですけども、であとちょっと忘れたんですけど、耳を描くのも大事かもしれないですね。方向を示せるので、横から見るとこのサングラスかけた時みたいに耳はこの目の高さに来るので、目の高さ分移動しますよと、下にね、こうですね、耳こっちに行きますね、というのと、あとは下から、斜め下からこの背中描いてあげるっていうのはいいかもしれないですね。一つな、まあ、斜め上からのアングルが、まあ、あからさまに苦手な感じですけども、というところまで描いたらちょっと答え合わせを皆さんもしていってみてほしいです。横からの場合姿勢ね全然違いじゃないかということで、まずこの結構人の体の描き方の本見たら背中のライン大事っていう風によく書かれてるので、これだと重心がね前に行き過ぎっていうことですよね。普通に考えて足がこの辺から生えちゃうと、なんちゅうポーズで立ってんだってことになるので、ちょっと反らしすぎたなと、もう塊で覚える感じですね。塊で修正していくと、
で重心に関する内容なんですけど、以前体の描き方の動画でもまあ複雑にというか詳しく説明させていただいてたと思います。全てのバランスが支えられるところが重心であると、なんかこんな天秤があったとして、同じ重さがあったらここがやっぱ重心になるっていうふうにまあお伝えしてたと思います。この重心をずらすとね、動きのある絵になるよっていうふうになんか話したと思います。こっちに落ちるのでね。で特にあの人の体で言うと、バランスよく立ってる人の場合は一番重たいは頭の真下が重心になるというかね、ここに頭が、重たい頭がこっちの軸足のこっちに今乗ってると、この頭の位置と軸足的なものの、ね、場所を確認したらいいと思いますっていう、なんか間違ってたらちょっと教えてください。この辺は僕もあんまり得意じゃない世界です。では次、別のポーズいきたいと思います。はい、これです。これも、もう最初にシンプルに考えていただいて、頭の関係、頭と体の関係ですね、こんな感じの関係になってます。背中が見るときは背中のラインをね、ボディちゃん、この乳首ちゃん取るときもやっぱり正中線取るのは大事ですね。背中側のね、背中側の正中線取ると、こっちの右側が手前に来てるというのがよくわかると思う。髪で言うとこっち向いてるというか、はい、というのでそれを考えてちょっと正面からで描きたいと思います。このときのボディの、例えば今正面で描いちゃいましたけども、左肩が手前に来てるので、まあ、ボディとしてもどっちかというとこっちにずれてるのかな。ちょっとこうなってるかもしれないですね。こんな感じになってるかも。ちょっと足とか手は今日はちょっと無視します。で、斜め下から見ると、こんな感じかな。ちょっと見てみたいと思います。大肩合ってるかなと。肩の動きが全然ちげえじゃねえかという、ね、ことで、今もっと離れてたのか。この足のつなぎ方はまた後々していきたいと思います。このね、手を生やすとかね。ここにもう手のあの円柱を生やしたら本当に人の描き方で言うと全身こうやって描けるようになってくるのでね、はい、ということで次この人行きたいと思います。しょっぱな下からアングルになっておりますが、でこういったあの目をつけるっていうところのメリットが、やっぱりこういう体がどっちの軸向いてるのかっていうのをね、すごいこうここの正中線を意識しやすくなるというところが一つあるかなと思いますし、特に今回はこのボディちゃんがこっちを向いてるのに対して、このパンツちゃんというんですかね、パンツはこっち向いてますよね、どっちかというと。なので腰と胴のひねりっていうのも、まあ、意識しやすくなるかなと思います。で正面から見たらちょっと首が前に出てるように見えるんで、胴と体はちょっと近づくかなと。でこっち向いてますよね、体は。でパンツちゃんはこっち向いてますよね、正面で。次、まあ、右肩が若干上がっているのか、こんな感じなのかなと。次横から見た時ですね、特にこの胴と体のひねりというか、それをちゃんと意識していったらいいかなと思います。今回もこの胴で言うと、こっち側向いてるので、どちらかというとこっちを向いてる感じですよね、この人。でも、ボディパンツラインはちょっとお腹がこうなってるような感じがするんですけど、ではちょっと見てみます。これ正面だと全然ちげえじゃねえかと。右肩が下がってたんですね、首が前に出てるので。これまた次回あの肩周りの時にやりますけども、首が前に出てるということは胴と体がねちょっと近づくので、この鎖骨の部位も深くなり、僧帽筋も多く見えると。もし胸を張っているのであれば胴体と首は、まあ、ある程度離れますし、この鎖骨のラインも緩やかになると、僧帽筋もちょっと緩やかに見えるという違いがあるかと思います。こうでしたね、どっちかというと。横から見るとこうなってて、めちゃくちゃこんなに傾いてるんですね、こうもっとこっち向いてて、いうことですと。で、まあ、こういった感じで自分で書いて訂正して、訂正する中で皆さんの方が発見たくさんあると思うので、まあ、これが 100% 皆さんが描きたい絵に近づく方法かどうかというところで言うと、それはまた違うと思うので、もしあの考え方ありかなと思っていただいた場合は、何か模写する時とかにも使っていただけたらなと思います。特にあの模写で人の体を描く時に時間がかかってたという方も、この方法を使ったらですね、結構もうシンプルに時間短縮で描けるようになると思います。これ全身描くときは、まあ一応鎖骨と、ね、腰と膝のラインと足のラインとちょっと注意していただきつつ、はい、という感じで、さっきの、 簡単な形状で撮るというところを反映させたらですね、人を描くときもまあちょっと楽に描けるかなと思います。なんか重心がずれておりますけども、どうかな。昔から僕が更新してた体の描き方の動画っていうところで見ると、結構線で撮ってた動画が多いと思います。こんな感じで比率をね考えて、こんな感じで、まあこう1対1対1でみたいなこととかも多かったと思うんですけども、結構もうリアルにこう描いていくってなると、肉の塊として撮るっていうのが大事になってくるような気はしております。またこの動画をご覧いただいて、何か疑問点やもしくはアドバイスとか、
考えるところとかがあればコメントまでお待ちしております。またコメントいただいている皆様もありがとうございます。また随時回答動画をできるだけ作っていきますので、応援のほどよろしくお願いします。それでは次回の動画の更新もお楽しみに。さよなら。